立川市に今日新たなリゾートホテルが誕生しました。最大の目玉は何といってもシンガポールのホテルにあるあの絶景プールが体験できるんです。シンガポールの高級ホテルマリーナベイサンズ。わあ、すごいですねこの景色。最上階には温泉水が使用されたインフィニティプールが設置されています。このフロアでは空との一体感を楽しむことができるんです。プールから見えるのはシンガポールのビル群ではなく立川市の雄大な自然。しかしシャッターを切れば SNS 映えする写真が撮影可能なんです。今日立川にオープンした空のホテルは新宿からわずか30分にもかかわらずリゾート気分を満喫できます。客室は全部で81室。客室は52平米からと広々として温かみのある空間となっています。そして全ての客室からは目の前の昭和記念公園を望むことができるんです。緑豊かな眺望に加えその他ホテルには天然温泉が楽しめるスパを完備しています。そんなホテルはもともと先月の開業を目指していましたが新型コロナウイルスの流行を受け資材や備品の調達に遅れが生じ開業の延期を余儀なくされました。ホテルはオープンにあたり客が宿泊した部屋の消毒の徹底や連続での使用は避け時間を空けて提供するということです。屋上の空間で広い空間でプールインフィニティプールを楽しんでいただけるというのはこれはもう都会にない都心にはないものだと思っています。都内での観光、特に都心の密の部分からエスケープしたいという方がこういった空間をご利用いただけると非常にありがたいですね。